ホモフォビア差別とは特定の集団や属性に属する個人に対してその属性を理由にして特別な扱いをする行為である。それが優遇か礼遇かは立場によって異なるが通常は礼遇、つまり正当な理由なく不利益を生じさせる行為に注目する。国際連合は差別には複数の形態が存在するがその全ては何らかの除外行為や拒否行為である。 としている。ある事柄を差別と判定する場合、告発する者の,の伝達能力、表現力と受け手の感性によるところが大きく、客観的事実として、差別の存在を証明するのは、実際にはそれほど簡単ではない。なぜなら、差別として疑われるとある待遇について、その待遇が正当か不当かについては、時と場合によって様々な解釈ができ、議論の余地があるためである。 例えば、最終学歴が高卒程度のものに対して大卒程度のものを優遇することは正当か不当かといった価値命題は科学的に論定することができない。差別は普遍的な実態として存在するものの、その定義づけは困難であり、定義不能とする研究者も少なくない。20世紀以来、差別に関する研究は社会学や心理学の分野で行われている。 社会学で行われた差別の研究には、コックスのマルクス主義的社会構造論や、パークや、J.H. バンデンベルクが行った人種差別を優位集団と劣位集団の競争、葛藤関係として分析した研究がある。心理学では差別は偏見の表現行動とされ、偏見が発生する仕組みを解明することで差別を説明する。偏見説の例として、 オールポートの研究がある。これらの古典的な差別に関する研究は、差別の一側面を他の分野の理論を応用する形で行われており、差別そのものを包括的に分析したものではなく、説明しきれない現象や予測と異なる現象も多い。マートンの準拠集団モデルでは、差別は集団間の敵対関係ではなく、同一集団内の特殊なカテゴリー化に内在する。 問題であるという。また、ミュルダールのアメリカのジレンマ仮説と仮説に対する追研究によって、差別は規範のずれとその対応の問題であること。非差別者は差別を行う人々との一定の関係性によってのみ、同定可能であることが示唆されている。全近代社会においては身分性を敷いた社会がある。近代化の過程で、社会系やクロンなどによって、 身分制は再編成され、階級制へと移行した。法学者、ヘンリー・サムナー・メインは、身分から契約へという言葉を残している。他、低所得層への差別や、学歴差別、学力差別、老人差別、病人差別なども能力による差別と重なる面がある。詳細は、逆差別を、参照差別を受けているとする人々や団体に対して、 雇用や教育に関する優遇政策が取られることがあるが、これが逆差別であると批判されることがある。日本では、例えば、江戸時代の身分制社会にも、実質的には、身分差別があった。慶応3年、明治元年の明治維新を経て、翌年、徳川時代の身分制が再編成され、新たに、家族、士族、平民の差別が定められる。 1871年には得た、否認の故障が廃止される。だが後に新平民として新たに差別される。これに対しては、全国水平者の運動が起こったものの、名称を特殊部落から非差別部落へと変えても、差別意識は残存した。また、西欧の平等思想などを日本に導入した、福沢諭吉は、天の下の平等を訴え近代化を進めたが、他方、 貧民キリステロンや東アジア諸国をアジア東方の悪友を斜絶するとした脱アロンなどを展開したことで近年批判されている。なお、脱アロンについては福沢ではなく石川官名によるものであるという説もある。他の差別については上記、差別の種類の各項目及び穢れ、選民を参照。日本近現代史の研究で著名なアメリカの 歴史学者のジョン・ダワーは、日本における差別の特徴として、日本社会の古くからある身内を正常、よそ者を不条に結びつける、心理的態度を紹介している。精神科医、ドイ・タケオは、著書、甘えの構造の中で、日本人の人間関係の種類として、内と外を上げ、身内に、ベタベタ甘えるものに限って、他人に対しては、傍若無人、 米国無比の態度に出ることが多い点や、日本人が身内と身内以外の人に対して自分の行動の規範が異なることは、何ら内的葛藤の材料とはならない点を日本人の特徴として挙げている。国連人権委員会の特別報告者は調査のため2005年に来日し、日本は差別が根深く深刻な国であり、精神も思考も、 閉鎖的な社会だと報告している。日本は言語を用いた他者の名誉と尊厳に関する差別が激しい社会であり、それをもって礼儀として通用させている。詳細は待遇表現を参照。現代においては各国で憲法などにより人権の保障と法の下の平等が謳われ、また市民的及び政治的権利に関する国際規約が差別先導の禁止を定めている。 これにより、直接的に差別をした者を処罰する法令が、ドイツやアメリカ合衆国などでは、整備されつつある。日本では、日本国憲法第14条第1項において、すべて国民は、法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または文知により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されないと規定している。 この規定を受けて太平洋戦争前には認められていなかった女性の賛成権が認められ、また男女雇用機会均等法などの法令が制定されている。2002年3月には人権擁護法案が国会に提出されたが表現の自由や言論の自由などを制限するものだとして反対の声が強く上がり、2010年7月現在成立のめどは立っていない。 男女平等の観点から、選択的夫婦別姓制度や合関罪や、売春防止法の位置づけなどについても現在議論がなされている。ありがとうございます。